ちは。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。今回は、はい、まっちゃんのモノマネの、はい、ベストナインを。ベストナイン、はぁ。だからピッチャーって誰かモノマネできます？ピッチャー誰がいます？ピッチャーいないです。いや、ちょっと待って、できるとこからいきましょう。はい、キャッチャー誰ですか？キャッチャー達川さんですかね。達川さんでいいですか？ええよ、チームが閉まるよ。現役時代の背番号40、チームが閉まるよ。カープの監督の時の74は優勝なしようだったよ。11連敗、わし以来よ。11連敗、わし以来。ファーストは？ファースト誰だ？平塚さんですかね。モノマネできるんですか？平塚ですけども。平塚僕一緒にやってますから、適当にやってもわかりますか？わかりましょうか、わかりましょうか。ジャッジが寝ちゃうから。平塚さんはそうやね、そうやね。今あった結構俺もな、外野手だったけど、なかなか抜けんかったな。俺もそうやねん。オリックスでも大木さんによう言われとったな、お前。大木さんにな、お前な、お前使えんど、平塚。ここにおっても使えんど、元西もおるしな。元西さんもおるし、一郎もおるしな、俺出番ないで。ここにおったら出番がないで、言われてな、阪神にな、金銭で言ったわ。2年目で142本も打ったで、ヒット。やつが勝弘や。なあ、やるで。セカンド。セカンドは。もう一人しかいないでしょ。岡田さんですかね。それしかいないでしょ。セカンドいますよ、他に。加藤弘和さんもできませんしね。加藤弘和さんの短いバット持ってね。頑張ってる姿が。岡田さんでしょ。俺、やっぱりね、俺。やっぱりね、俺いいでしょ。ね。分かるよ。なあ。あ、ここ絶対いいですよ。岡田さんに会ったら怒られますよ。岡田さんも言ってましたね。何ですか？あれもさ、勉強せんからな。そうやろうな。そうやろうな、って言ってましたね。岡田さんのネタ面白いですよね。ここヒーやで、ヒー。ヒーやで、ヒー。ヒーってことは、ヒーやばしを使えばいいってことですよね。わかるやんか、ヒーで。ここラギやで、ラギ。あ、ラギってことは、カツラギイクロ。わかるやんか、ラギで。ここ関やで、関。あ、関本ですか？関本。関かやんか。いや、いいですよ。いやいや、でもあの人大変な。でしょ。ここあれやで、あれやで。ああ、そうやんか、そうやんか。ってね。サードはもう鉄板っすよね。サードガキグです。ですよね。やっぱりその、武豊が言ったように、今のチームの中で、ライバルの選手が打ったとき、やったって言っちゃダメ。俺、佐野さんがエラーしたとき、やったと思ったの。逆にね。で、佐野さんがエラーしたとき、やったと思った。佐野さんがヒットだったら気分悪かった。で、佐野さんも、僕が三振したらやるしと思ったっていう。やっぱりそれだけのレギュラーっていうのは、戦う集団ですから。僕たちはプロですので、やっぱそういった意味での厳しい野球が必要じゃないかなっていうのは思いますね。そんなこと改めてクオリティがすごすぎて。本当、近本君もやっぱ自分のバッティングにちゃんと野球をやってほしいです。年間通じた中で打てない時期もありますけども、そこを打てないなら打てないなりの野球、常に、ベストな状態で野球ってできませんので、悪い状況、悪いなりにやれるっていう野球を近本君がやってくれることです、年間通じて、波があります、それもありますしね、あります、それこだわってほしいです、ね、はい、じゃあ、サードは掛布さんで、はい、ショートいます、ショートいないな。高橋義彦さんとかね、いい選手いましたよね。いいっすよね。悩む暇があったら振れと、バットを振れ、悩む、考える暇があったらとにかくバットを振れっていう、マシンが空いてるからずっとカープでずっと振ってたっていうね、古葉監督が、俺の首か、お前がレギュラーか、どっちが先か競うじゃないかって言ってたんですよね。いや、僕は雨天練習場があるじゃないですか、大野っていうところにあったんですよ、大野室内練習場。そうそうそう、はい、で、もう2台マシンがやっと置いてあるようなところで、で、そこで雨が降ったから中止になって練習に行くぞって言って野手は大野に行ったんですよ。最初僕が入ってマシン動かしたら打てなかったんです。
近すぎて早すぎて、これ誰が打ってるの、誰のセッティングっつったら吉彦さん、はあ、それを毎日ガンガン打ってたって。ああ、そんな練習やったんだ。あの人ほどバット振った人いないっちゅうぐらいね。だってサインはいつも努力ですもんね。そうですね。外野手はいや、いるでしょ。カートさん外野手だな。そうですね、外野手ですね。わしの生涯ヒットは211本、イチローが何本やね、4800何本や。まあ1年間で打ちましたもんね。なあ、だからイチローの本数をわしが打とうと思ったら300年かかるわな。まあそうですか。徳川幕府が家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家継、家宗、家重、家春、家成、家貞、家持、家信、あ、15代かかってもわしは一郎のようには打てへんって言うねん。で、吉信でやめて原に変わるんです。それは巨人と徳川はちゃうやろ。あ、だけどこの野郎という気持ちは誰にも負けへん。自分で追い詰めるハッタリは豊かと同じやな。何クソっていう、カトリーと対戦した時、もう一球見たのかい、一球パッとストライク、面白いやねんかい、もう一球見たのかい、わしゃツーストライクから勝負しよう思ったよな。そこで突っぽ抜けのカーブ振ってしまうな。だから言うけども、補欠は一球やろうとか二球やろうとかいらんねや。レギュラーが二球やろうとか言うね。控えの人間は控えで何クソと思ってやるしかないんだよ。あ、まあまあそういう気持ちでやっとったら、田淵光一なんてお前幸せ1個やんか、秋山浩二も幸せ2個やろ、川藤浩三幸せ3つやで。これが浩三とか言って浩三改革、ね、その辺が湘南の浩三とちゃうやん。まだまだ小僧やんか、見えるらん、なんかな、その辺やで。あ、そのネタって福井の若狭高校から三浜町や五木ひろしとわしと伏見工業の監督の山口先生や久ぐし祭りでよっちゃんや伏見工業の監督の山口さんがな、最後中学の時、おい小僧らめ野球やるっけ、アイスキャンディーやるからかき氷食わしたるから、久ぐし祭りで食わしたるからめ玉拾いやれ、あれが野球のきっかけなんですわ、よっちゃんに言われて。本当ですか。そう、作り話じゃなくて。作り話じゃないですわ。本当ですか、あれが野球やるきっかけになったでしょうね。まあ若狭高校で頑張って、若狭ゆえ気持ちですわ。苦しむ若狭ゆえ苦しんだ。なるほど、乗り換え持ったで、若狭ボーイズの乗り換え持ったわ、カープの。監督は誰にします。監督どうしますかね、吉田芳雄さんですかね。あ、やっぱりやっぱりそうですね。ダイヤの日が亡くなった時もね、みんなが、あの中島監督も、あの世界の地雷を全部なくす世界平和に貢献した人はいませんよ、みんなダイヤの日が亡くなった時にみんなこうダイヤの日のいい話してるのに、吉田芳雄さんだけ、あそこのカーブはね車線変更したらあきません、あそこのカーブは車線変更したらあきませんよって。本当ですね。住んでる、住んでたから、住んでましたもんね、フランスに。フランス住んでた、フランス代表の監督だった。はい、そうなんですか。そうそうそう、そうだな。で、耐えてるんですよね吉田さんって。意外に野村和也さんが99年阪神の監督になった時、やっぱりよそから来た監督って言うんですけど、やっぱり野村野球、野村野球ってことで、前は吉田芳雄さんがやってて、最下位だった98年から99年、野村阪神で変わる変わるって言われた時に、もうアナウンサーの主に解説者は ABC 吉田芳雄さんですよ。で、竹内香さんがまだアナウンサーで、去年までの吉田阪神、そして今年春先から絶好調野村克也の野村野球、吉田さん、阪神は一体何が変わったんですか。はい、監督が変わりました。本当です。それは寂しいですね。それをあえて言うんですか。すごいな。あれがやっぱすごいですね。吉田さん可愛いですもんね。吉田芳雄、普通だ普通を、悪だ悪を、
やっぱり吉田一番やな、ほんまな、そうやでな。いや吉田さんは、ええ、たまに甲子園に取材行くじゃないですか、はいはい、必ず挨拶してくれますよ。いや元気か、元気か、あ、そう頑張ってるな、解説も見てるで、この野球の見てるかどうか分かりませんけどね、司会やがっとるなんかなあ。いや本当に声かけてくれ、だから人間的にはすごい素敵な人じゃないですか。はい、そんなことないです。そうですよ、タバコはね、あの一本一本名前つけてました、丸吉ってね、これ私のタバコですよ他の人に吸われたらあきませんから、丸吉とねつけてましたよ。ちょっとケチなんですか。ちょっとケチやったな